皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディです。この動画は中学校2年生の国語、各論証説得、反対意見を想定して書こう意見文です。教科書99ページを開きましょう。学習を始める前にワークシートを印刷しておきましょう。動画を見るにあたり、用意するものは次の通りです。動画の途中で問題を解いたり、自分で考えたりする時間があります。その時には動画を一時停止してください。私たちの暮らす社会では、同じ問題についても、人によって考えが異なり、様々な意見があります。他の人と意見が対立したとき、どうすればよいでしょうか。今日の課題は、的確な反論を考えるための要点を理解し、反論を考える練習をしよう、です。自分の立場を明確にして、わかりやすい構成で意見文を書くためにはどうすればよいかを学んでいきましょう。それでは教科書100ページを開けてください。まず手順1、的確な反論を考える練習をするを読みましょう。ここで動画を停止して教科書を読みましょう。教科書の内容は理解できましたか？それでは A さんの意見を簡単に整理しましょう。 A さんの意見は洋食より和食の方がいいです。第一の根拠は日本の伝統的な食事であり日本人に適しているです。この根拠に対する反論として、伝統的だから適しているとは限らない。衣服では和服より洋服が適しているなどが考えられます。それでは A さんの第一の根拠に対する反論を参考にして、第二の根拠に対する反論を考え、ワークシートに記入しましょう。ここで動画を停止して考えた反論を記入しましょう。皆さん、反論は書けましたか？考え方を整理しましょう。第二の根拠は、低カロリーの食品が多く、生活習慣病の予防につながる、です。この根拠に対して、どんな反論が考えられるでしょうか。例えば、特に成長期にあるものには、ある程度のカロリーが必要なので、低カロリーだから和食の方がいいとは言えない、などが考えられます。この他にも様々な反論が考えられます。次に、教科書102ページ、言葉の力、反論を考えるを読みましょう。ここで動画を停止して、教科書を読みましょう。教科書の内容は理解できましたか？それでは、反論をするときのポイントを踏まえ、B さんの意見の第一、第二の根拠に対する反論を考え、ワークシートに記入しましょう。ここで動画を停止して反論を記入しましょう。皆さん、反論は書けましたか？それでは、B さんの意見を
簡単に整理しましょう。 B さんの意見は和食より洋食の方がいいです。第一の根拠は成長期に必要なタンパク質や脂肪を取りやすいです。第二の根拠は短時間で簡単に準備できるです。どのような反論が考えられるでしょうか。ワークシートの回答例です。自分で書いたものと比較してみましょう。今日は的確な反論を考える要点を理解し、反論を考える練習をしました。次回は異なった2つの意見が対立するような問題を選び、自分の立場を決めて根拠を示しながら意見文を書きます。それではこれで今日の授業を終わりにします。